ロバート・ドーナットは、イギリス出身の舞台俳優、映画俳優。映画俳優としては男性かつ上品なルックスから、主にイギリスが舞台となる作品に出演し、1939年度のアカデミー主演男優賞を獲得した。おいのピーター・ドゥナットも俳優。マンチェスター・ウィシントン出身。百二十一年に十六歳で、初舞台を踏み、百三十二年に、 映画デビュー。同年、チャールズ・ロートン支援のヘンリー・パッセへの私生活での演技が評判となり、その後は宣伝された英国新士役でアルフレッド・ヒッチコックの39夜に出演して人気を博す。なお、ヒッチコックは自作の艦長最後の日、サボタージュ、レベッカにドーナットを起用しようとしたが叶わなかった。以後、ルネクレールの幽霊にしへ行くジャック・フェデーの 鎧なき騎士などに出演する。1938年、城西でアカデミー主演団優勝ノミネート。翌1939年、クラーク・ゲーブルや、ローレンス・オリビエや、ジェームズ・スチュワートといった強力な対抗馬を抑えて、チップス先生、さようならでアカデミー主演団優勝を受賞した。しかし、その後は舞台を中心に活動し、慢性的なズダにも悩まされたことから、 30年近いキャリアがありながらも映画出演数が20本と極めて少ない。ハリウッドを好まず、ドーナットが生涯で出演した映画作品のうち、唯一自身が渡米して撮影されたのは1934年の眼屈王のみで、ロミオとジュリエットなどのその他のハリウッド作品は出演依頼を断っている。また、全速発作が俳優としての活動に影響を及ぼし、 主演が決定していた海賊ブラッドは全速によりエロールフリンが代役となり鎧なき騎士では撮影途中でドーナットがズダで入院したことで撮影が2ヶ月間延期されたまたデビットリーンのコブスンの向こう選びについても主演する予定だったが体調悪化のため途中降板せざるを得なかった電気作家のデビットシップマンはドーナットのズダは 心身症であった可能性があると指摘している。1958年の6番目の幸福が遺作となり、6月9日にロンドンで死去した53歳没。脚本家の和田夏十はドーナットのファンで自分のペンネームの夏十も彼の名前からつけたものだった。ありがとうございます。